はい、どうも、デザキラスでございます。さあ、ウルトラギャラクシーファイトニュージェネレーションヒーローズ、本日9月29日日曜日第1話がね、ウルトラマン公式チャンネルにて配信されました。で、いや、この感覚ね、久々だわ。オーブ以来だわ。忘れてたわ。もう終わるんかい！この感覚ね、この感覚忘れてたな。ああ、久々にね、この感覚始めましたよ。このジラスプレー、もう早く次が見たい。で、やっと日曜日だって、つって次の話って、またいいとこで終わるけど、早く次が見たいって言って、もうそのね、楽しくて苦しいね、期間が続くわけですよ。うん、ということで、まあ、第1話ね、3分ちょっととかな、何分なんだ、3分40秒ぐらいだから、まあ4分にも満たない、結構短い作品なんですよ。で、まあ3分ぐらいの作品なんでね、じゃあこのね、感想とかもね、3分ぐらいにね、4分ぐらい収めたいなって思うんだけど、ちょっとね、そういうわけでもいかなそうですね。第1話からね、なかなかね、まあ出だしなんで、まだまだ分からない部分っていうのはたくさんあるんだけど、あんまり音漏れしない程度にちょっと流そうかな。もうね、何回見てるか分かんないよ。英語版と日本語版ね、なんかちょっと行ったり来たりってまして。なんかもうね、いろいろね、ちょっと結構見てますよ。はい。もう5回以上見てますよ。ぜひぜひね、皆さんもね、下の説明欄に貼っておくので見てくださいね。そう、いきなりそう。まず、ね、X と G とかズドーンってやられて、あ、これ言うときはもう、ネタバレありですけど、この、本編見てからできれば、この雑談とかね、入ってきていただければなと思います。はい、ということで、X と G とかね、ズドーンってやられてて、X ダークネスとね、G とダークネスが現れて、まあ、こうやられてるね、カットがまず一番最初にドカーンって出てくるんだけど、まあ、多分ね、X ダークネス、G とダークネスとか、そのダークネス系が活躍するのってもうちょっと多分後になると思うんだよね。だから、第1話で、まだね、出てくる場面がないと思うんですよ。だから、坂本監督お得意のですね、先に、ちょこっとだけ今回の目玉キャラクターを先に見せとくっていう、ね、そういうちょ、お得意のっていうか、まあ、そうした方が絶対いいと思うし、うわぁ、かっこいい、早く、この子たちの活躍をもっとちゃんと見たいってなるし、すごく、いい、効果だと思いますよね。まあ、過去にだと、ウルトラファイトビクトリーだと、ビクトリーナイトが、出だしちょっとだけ見せて、ちゃんと活躍するのは結構後半の方か。で、あとは、オーブのエミリムズダルカとかもね、そんな感じだったよね。うん、最初ちょこっとだけ見せてくっていうね、そのカット、すごいジラシックプレイが、お得意だなと思いました。っていう感じでですね、G とダークネス、X ダークネス、ね、ズドーンって必殺技打って、X と G のバリアでね、こう、ガードしてるんだけど、ドバーンって、これですよ。このね、闇の巨人のね、強さアピール。かっこいいっすね。うん。あ、そういえば、G とダークネス、SFG やつね、プレミアバンドにて、私も予約いたしました。来月、X ダークネスの予約開始も始まるから、ちょっと楽しみだよね。X ダークネス、G とダークネスはね、もう、すでにかっこいいんで、うん、買おうかなと思ってます。うん。まあ、3月だしね。まだもうちょっと時間ですね。いや、このね、なんつうんですかね、この夕焼けに照らされる X ダークネス、G とダークネス、めちゃめちゃこれかっこいいよね。はい。そして、ゼロとグリージョが、ね、出てきて、で、こう、引きの画像になって、ウルトラダークキラー、ジードダークネス、ゼロダークネス、X ダークネス、オーブダークネス、で、ズダーンってこの闇の巨人がね、ズダーンってね、並ぶんだよね、この舞台がね、もうこれがね、すごいかっこいい。で、ジードダークネス、X ダークネス、オーブダークネスは、今回のオリジナルキャラクターで、ウルトラダークキラーは、ウルトラマン太郎のパチンコのオリジナルキャラクターで、ゼロダークネスは、ゼロファイトの時に、ベリアルがゼロの体を乗っ取って、乗っ取った時に出てきたキャラクターなんだよね。うん。ゼロとゼロダークネスの戦いっていうのは、その時はできなかったよね。まあ、それはそうだよね。ベリアルがゼロの体を乗っ取ってるわけだから、まあ、同じ個体ですからね。そういうね、夢の対決っていうのはできなかったんだけど、今回作品上で初めて、ゼロダークネスね、ゼロがね、戦うね、シーンもね、あるらしいんですよ。予告編で流れてたけど、あるらしいんですよ。楽しみだよね。まあ、エキスポとかでゼロダークネスとゼロが戦ってるっていうね、そういうのはあったけど、作品
人状だから映像でね、これ見れるっていうのはすごい嬉しいですよね。はい。で、ゼロがね、こうグリージョンを守ってるようなカットでね。はい。そして、ウルトラギャラクシーフォアニュージェネレーションヒーローズのタイトルカットということで、ね、ニュージェネレーションウルトラマン、揃い組のこのカットめちゃくちゃかっこいい。パソコンの待ち画面にしたいっていうくらい、すごいね、かっこいいね、タイトルがありまして、今ね、一時停止しながらね、喋ってますからね、再生しながら一時停止して喋ってますからね。で、はい、グリージョちゃんが登場します。はい、あやかし、ね、この、今回のギャラクシーファイトの時間軸がどれぐらいなのかなって気になってたんだけど、劇場版のちゃんと後で、カツミーがミラノ、イサニーがカリフォルニアでしたっけ。だからちゃんと二人とも今留学中なんだよね。あやかしにウルトラマンは今グリージョちゃんしかいないから、私がこの街を守らなきゃっつって、グリージョショットを放ってね、まあ、特訓みたいな感じでね、してるシーンですね。初めてここでグリージョショットが見れたっていうのも嬉しいですよね。エキスポとかウルフェスではすでにグリージョショットたくさん使ってるんだけど、映像上でグリージョショットを放つ機会がなかったんだよね。だから今回初めてグリージョショット見れたっていうのは嬉しいですね。ただ敵にはあんまり殺傷能力はなさそうなので、ダークキラーとかを倒すねえ、あれにはならなそうだなってちょっと思いますけど。まあ、逆にね、グリージョちゃんってそんな殺傷能力高い必殺技を持ってても、それはそれでちょっと怖いですけどね。その、あやかしから始まるっていうのは、ちょっと個人的にすごい嬉しかったですね。ね、私が守らなきゃって言ってるところに、空が、時空が割れて、ダークキラーゼロがドバーンと。で、ここでゼロがグリージョの元にすぐ駆け寄ってるんだよね。で、もうそこでね、このゼロがグリージョを守るような、ね、その仕草を見せています。ってことはだ、ダークキラーは、多分、グリージョを狙ってたってことだよね。うん、ニュージェネレーションウルトラマン、まあ、まずグリージョが倒しやすいから、グリージョから倒しとくか、みたいな感じで、グリージョが狙われてて、で、ゼロが追ってたのかな。うん、で、あやかしに、っていう解釈でいいよね、多分。うん、だってゼロとダークキラーが戦ってて、たまたまあやかしに落ちてきたっていうわけじゃないよね。ちょっとダークキラーがグリージョを狙ってゼロが追ってきたっていう解釈で大丈夫だよね、多分。ダークキラー、ウルトラマンフェスティバルライブステージではすでに登場していましたが、作品上でね、このスーツとして今回登場するっていうのは初めてですよね。声優さんが、マグマ精神だとか、ね、ウルトラマン、数々のね、キャラクターを演じられている、豊島浩一さんが今回ダークキラーのね、声優さんとして演じられてるんですけれども、ドスの効いた声で、これがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。で、ダークキラーが必殺技を打って、どこかの異次元空間に飛ばされてしまう。闇に飲まれてしまうと。また場面が変わりまして、光の国宇宙警備隊本部イエーイね。やっぱりね、光の国がこう映るとすごくワクワクしますよね。はい、そして謎に転送されるロッソブル。まだね、この状況を理解してない、カズミーイサニーの感じがすごくいいね。状況確認してないがゆえに、すごくね、二人とものんきなんですよ。うん。いつものルーブというか。いや、なんかね、3月に、劇場版があって、だからそれからまだそこまで期間っていうのは空いてないんだけど、それからウルトラマン大河とかね、ありましたし、なんかこうね、久々って感じがしたんですよね、なんとなく。だから、この久々に、カツミーイサニーのこのわちゃわちゃ感っていうのが見れたし、ルーブタッチとかも見れたし、すごくね、嬉しいな。なんかルーブの世界観が戻ってきたなと思って、すごいね、嬉しいなと思っちゃいました。はい。はい、ここで、なんと、パサパサと、ねえ、なびかせた、あの巨人たちが、来たということで、ドバーン！ウルトラマン兄弟、ドバーン！これはね、やばいっすよ、マジで。今回は、新世代、ニュージェネレーションウルトラマンたちが活躍するから、昭和ウルトラマンは、まあ、そんな出てこない。太郎ぐらい、太郎だけだろうが、思ってたんですよ。本当は昭和ウルトラマンも見たいけどね。まあ、新世代ウルトラマンの活躍するね、作品ですから。まあね、それはもう仕方ないよと。昭和ウルトラマンのところはまあ、出しゃばらないだろうなと思ってたんですけど。いやー、さすが坂本監督やってくれましたね。まあ、坂本監督自身ね、
応ウルトラマンすごく大好きな方ですし、そしてすごくサービス精神が旺盛な方だと思うんですよ。でこのカッテルとバーンと、もうね普通に声出した、うんうんって普通にもう、うん、変な声出しちゃったね。だってウルトラ6兄弟が、ね、揃って出てくるというだけですごくねもうオーラが違う、かっこいいんですよ。しかもマントをつけて、マントたなびかせてずらっとこの出てくるともうオーラが全然違うわけ。もうね、何このかっこいい絵面、ここもマッチングダメにしたいね。うわぁ、ほんとすごい、やっぱ6兄弟のこのオーラっていうかね、もう画面越しからすぐもうオーラがもううわーって出てて、で、個人的にですね、あと注目したいところがですね、ゾフィー隊長、オーブファイトとかで活躍したようなすごいかっこいい新規のマスクで、で、カイリマンも新規のマスクなんですよ。このね、最近作られた新規のマスクめちゃめちゃかっこいいですから、ゾフィー兄さん、ジャック兄さん、で、セブン兄さんも近年のね、このマスクで、で、初代ウルトラマン兄さんが結構そのプロモーション広告とかでは使われてた、すげえクオリティの高い1966年初代、ほんと初代C タイプのウルトラマンのマスクに近いようなマスクが今回登場したんですよ。これがね大好きこれが大好きだし、これがしかも作品上で見れるっていうのが嬉しい。しかもマントつけてるし、もうこのウルトラマン兄さんだけでもう10分ぐらいずっと眺めてたっていうぐらい、もうめちゃくちゃかっこいい。もうね、エース兄さん、太郎兄さん、もうウルトラ6兄弟しとっちゃうのは最高っすね。早く SH フィギュアーズでね、ウルトラ6兄弟並べたいなーなんて思っちゃいます。石丸さんのボイスでね、太郎が喋るわけなんですけれども、このどっしりと構えたオーラたまらない。もうセクシーですね。うぅ、かっこいいです。かっこいいです。ありがとうございます。もうかっこいいという言葉しか出てきません。ありがとうございます。そして宇宙系みたいと、ロッソブルが首をかしげて、トゥービーコンティネンツ終わり早いと言ってもですね、14分喋ってますね。3分の作品をね、14分もね、喋ってどういうことなんだっていう感じなんですけど、ね、やっぱね、3分の中にもね、いろいろこだわりがね、それあると思いますし、作者さんのね、こだわりもあると思いますし、いやー、ほんとね、楽しいですね。楽しいですね、ほんとに。早い！でも、To Be Continuous、早いね。エンディングですよ。今回、そう、主題歌がありまして、その主題歌が久々のボイヤーさんが歌ってるんですよ。最近だとね、ルーブとか、タイガとか、最近ボイヤーさんの活躍が少なくなってしまってですね、やっぱちょっと寂しいと。ニュージェネレーションウルトラマンたちといえば、やっぱりボイヤーさんの歌っていうイメージがあるので、やっぱね、ちょっと寂しいなとかで、やっぱちょっと思っちゃうわけですよ。なんだけど、今回、ニュージェネレーションヒーローズのこの主題歌として、ボイヤーさん。このニュージェネレーションウルトラマンの集大成的作品の主題歌がボイヤーさんというのが最高に熱いですよね。で、ウルトラスパイラルっていう曲なんだけど、これがめちゃくちゃかっこいいですよ。本当にかっこいいんだ。で、これがまあエンディングでね、こう流れていくわけなんだけれども、いやー、早く欲しい、早く欲しい、早く売ってほしい。坂本監督曰く、ウルトラ6兄弟のね、てってれー、てててて、宇宙に平和が来るまでは、って歌がありましたけれども、そんなウルトラ6兄弟が揃ったテーマ曲のように、ニュージェネレーションヒーローが揃った時のそのテーマ曲みたいなイメージで、こう作られたらしいんですよ。その制作の意図がもう最高だよね。僕は子供の頃から本当にウルトラ6兄弟大好きで、そのね、ウルトラ6兄弟の歌も本当に大好きなんですよ。で、めちゃめちゃ聴いてた。うん。で、今回そのニュージェネレーションがそれを意識してこう作られたっていうのは、最高になんかもう来るものがあるなぁって思っちゃいますね。はぁ、という感じでですね、終わりました。ここで、本編が終わりましたと。お前週日曜日もうかうか寝てられないですよ。で、今回その YouTube 公式配信で、英語版、日本語版と同時公開されてるんですけれども、英語版も見とこっかなつって、英語版一回見てもう一回日本語版見てみたいなね、そんなね、まあサウナ的なそんなね、ことをしてるんですけれども、英語版なんかはさ、その海外圏の方々だけじゃなくて、自分のお子さんに
その英語とね勉強させたいみたいな、そういうね親御さんなんかもこの英語版のギャラクシーファイトを見せたらすごくいいんじゃないかな。逆に僕らもなんだっけ、 CD 聞くだけで英語覚えられるよみたいなやつ、なんだっけ、なんとかランニング、なんとかランニングみたいにさ、ギャラクシーファイト見てればさ、ちょっと英語力が身につくじゃん。僕英語力なんてもうマジでないですから、その英語力ちょっと身につくかもしれないな。まあ英語版も毎週見ていこうかなと思います。はい、ということでですね、第2話以降もねすごく楽しみにしていきたいと思います。なんかいろいろね熱く語っちゃいましたけれども、本当に第1話しか見てないけど、もうこれからが楽しみですし、もう早く次やりたい、ね、期待に膨らませていきたいと思います。ということで、以上ドリキャスチャンネルのドリキャスでございました。それではバイバーイ。